ワシントン郡博物館はアメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡の非法人地域にある歴史博物館でポートランドコミュニティカレッジのロッククリークキャンパス内に収められている。1975年に開館したこの博物館は地域資材産の保存を目的としてワシントン郡歴史協会により運営されている。1853年建造のワシントン郡刑務所 などが展示されている。1930年代、地域史家アルバート・イートーザーは、彼がそれまでに収集した工芸品、書物、地図などを、軍の歴史協会に寄贈した。1956年、ワシントン軍歴史協会が法人化した。1975年、1975年から1987年に、かけて、ワシントン軍がこの博物館を所有。 運営していた。当時、博物館はダウンタウンヒルズボロのハイデル邸に収められていた。1982年に新しい博物館がロッククリークにあるポートランドコミュニティカレッジのキャンパスに新設され、1983年1月に開館した。1987年9月、ワシントン軍歴史協会は新設の博物館の運営を引き継いだ。 2007年、博物館は170万ベイドルを費やし、施設規模を2倍以上に拡大する措置を始めた。2009年、1年に一度行っている資金集めのための式典で、オレゴンステートビーバーズのバスケットボールコーチであるクレーグ・ロビンソンが主役として取り上げられ、約9万ベイドルの資金の獲得に成功した。博物館入り口はシントン郡博物館の古い五線。 警報フィートの面積を持つ建物には毎年5000人の観光客が訪れていた。現在、改修された建物は1700人近い観光客を呼び寄せ、314人の会員を有している。博物館内には約4万点の工芸品が収められており、毎年500点が新たに追加されている。博物館はロビーに小さな売店を運営しており、その売店では 地域史に関する書籍が販売されている。また、2万5000点以上の写真、1400点以上の地図、500冊以上の書籍、その他歴史的記録や新聞を収めた学術図書館がある。博物館内部展示物の一つに、1853年建造のワシントン軍刑務所がある。この建物は1986年から2008年まで、 国家歴史登録財に指定されていた。かつては軍の祭事場にあったワシントン軍刑務所は修繕された後2004年にワシントン軍博物館に移設された。この10フィート16フィートの面積を持つ刑務所は当初博物館内に収められていたが2007年に博物館の拡張に伴い博物館外に移された。収集された工芸品の範囲は ミシンなどの日用品から現地のメーカーが用いたウェディングドレスまで多岐に及ぶ。この地の先住民に焦点を当てた、このカラップ屋の地、軍師の工芸品全体を取り上げたワシントン軍外館などの展示があるほか、さらには一時的によそから取り寄せたものを展示する特別展示物も,も用意されている。特別展示の例としては、オレゴン歴史協会によるオレゴンは、 インディアンの土地があった。また、プリントアーツノースウェストと提携し、毎月ロビーに画廊を設けている。農業が機械化される以前、ワシントン軍博物館で、ドラフトホースプラウィングエキシビションの名を冠した後期行事を毎年行っていた。現在この行事は、シャンプイ州立公園で行われている。また、ワシントン軍博物館は、移動博物館などを用いて、地域社会に、 軍の歴史を広める活動を行っている。ありがとうございます。